はいそれでは、えー、もう一つフィギュアスケートのお話話題を、えー、コメント読みまして僕は寝ていきたいと思います。木更木24さんおはようございます。えー、マイクボー・アキラ様のコメントで気になることが春スミペアが来季ジュニアシニア両方で年齢制限で、えー、出られないってどういうことなんでしょうか、えー、試合に出られないっていうことですか。うん ちょっと待ちください、これについて、えー、マイクバ様からコメントをいただいております。うん。これについてね。えー、君、かぶくん、連投失礼します。えー、日本ペアで、えー、解散することにあったのは、弓、えっ、ー、とね、弓章だそうですね。うん。でも僕もちょっと勘違いしていましたが、あ、またおかしくなっちゃった。えっ、ー、と、こちらですね。はい、弓賞だそうです。うん。ゆずきさんと、えー、橋ペアということでございますね。 市橋君は三浦陸ちゃんの前のパートナーで国別対抗戦にも出場したことがありますということでございますこのカップルが解散するということみたいなんですよね非常に残念ですせっかく四大陸のミニマムもクリアをしていたんだけどな理由は1・2・2・2・2の都合ということですが うん。ちょっとお待ちくださいね。すいません。一心、一心上ですね。理由は一心上の理由ということですが、僕の憶測では経済的な理由じゃないかと。うん。えー、スケレン、もっとカップル競技に力を入れてよ。おおなるほどですね。これは気になりますね。あ、またおかしかった。ちょっと待ってくださいね。はい。えー、ちょっと待っておかしいな。うん。 はいということなので、えー、経済的な理由ではないかということですね、可能性としては考えられます。うんだとしたら本当に、えー、まああの最近は陸龍もねかなりこう活躍してきて、せっかく枠もあるので、えー、なんかあの経済的なことが理由だったら、まあ,あのなんかね援助とかしてほしいなっていう感じします。はい え続きまして、キサダケ24さん。カ、え、オ、ー、ちゃん、海上保安庁のポスターになったんですよ。そうなんですよね。うんえー、昨日来ました。フィギュアの選手、いろいろ起用されてますね。う,んえー、しょうまく君も農薬の使用,使用法に関するポスター。あ、はいはいはい。農薬の使用法に関するポスターになったり、安全衛生に関するポスターになりました。えー、会社でこの安全衛生のポスター貼らないか聞いたら、 紙は極力排除するから入手はしない。ウェブの方ではあげるかもしれないですってということみたいです。ああ、そうなんですか。なるほど。うん。私ら、紙大好き世代は残念です。うん。まあ、だんだん紙がなくなって書くっていうことも忘れられてきてますからね。一人一台タブレットが与えられ、金、え、貸、ー、給料明細、えー、年末調整、 えー、細やかな連絡、えー。何をするのもパソコン操作。紙隠していった方が早いっちゅうの。うん。まあ、そうなんですけどもね。もうすべて今はもうデジタル化してきてますからね。うん。本当まあ、あ、僕もね、ちなみにアナログタイプなんですよ。結構ね。まあ、アナログと、えー、まあ、デジタルの真ん中、あの、まあ、どっちも取り入れてんのかなっていう感じはしますけどね。うん。でも、手書きっていうのって、 なんか愛がやっぱ感じられるので、まあいい感じはするけど、まあ、あとね、これかどんどんね、そっちに移行していくのかなっていう感じはします。はい。えー、エミリーさんおはようございます。えー、シュウくんは理由はわかんないけど、トリプルジャンプはね、こう飛ばないって。 飛べないと自分で言ってました、うん、これはまた面白いっていうふうにちょっと感じますね。ショーでトリプルを飛ぶ時はサルコーしか飛ばないですよね。あ確かに。うん。そうですね。あの、ループも飛ばなくなっている気がします。かおちゃんのお父様はすでに体感をされてますので、今は警察官ではないですけど、あそうなんですね。うん。かおちゃんは末っ子でお姉さんがたくさんおられるから、 年がいってからのお子さんでしょうね。多分想像だけどお父様はカオちゃんにメロメロだと思いますよ。NHK 杯の時には、ショウムくんのファンの方がバスでお隣に座った方と楽しくフィリア談議しながら行って最後にど,んどなたのファンですかと聞いたらなんとその方がカオちゃんパパ,パ,パだったそうです。あそうなんですか。なんか面白い感じですね。でもカオリさんがああいう感じなんで家族的に家族もなんか本当 えー、なんかね一家揃って面白い感じなんでしょうかねうんコントしてるみたいな感じでしょうかねカバンにつけておられたかおちゃんのキーホルダーのをくださったそうでそのしょうまくんのファンさんはカほにすると喜ばれてましたあよかったですねうんそんなことあったんですね、えー、これはでもびっくりですね本当にうんえー えっとね、木更津24さん、りくりゅうがシンフェアの撮影の裏側密着独占インタビューされてましたということみたいですね。いいね、いいね、この2人。恋人どうしたよ。うん、とそう思っちゃいますよね。実際どうなんでしょうかね。うん。撮影では、りゅういちくんのサービス精神発動で肩に乗るって聞いて。 ひょいとリクちゃんを肩に乗せ、スタッフからもわーっと簡単の声が上がりました。うん。また練習の時、腕を上げることが多いので、新しいウェアは伸びがよく上着を着たままでも、できるとも、あ、そうなんですか。寒いリンクで上着なしはつらいですもんね。えー、別の話ではリクちゃんが、拭き掃除をした後、もうちょっと綺麗にしようと、もう一度、えー、服とか、えー、洗い物しようとする。 とえー、飛び散るからしな,しなくていいとか、小め発言でしょうかね。小め発言かな、これ。うん。言い訳として、カナダのシンクは背が高いからって、あ、これ、あれですね。あの、小姑ってあってんのかな。うん。目的な発言のちっちゃいバージョンっていうことかな。うん。私が見に行ったザ・アイスで、りくちゃんが脱臼してからですね。 2ヶ月間、リュウイ一君は一人で練習。でも、リクちゃんが頑張ってリハビリしてくれて、えー、加えて、ブルーのコーチと多大なサポートもあったと感謝していました。このブルーのコーチ、めちゃくちゃダンディーなコーチですよね。うん。思いやりの、えー、心が満ちあふれているから、多少の固シ止め発言も気にならないんでしょうねは。あ、ちょっと一回調べてこよう心配になんだってな。あ、間違えました、僕。ちょっと待って、とですね。 あ、全、ま、くおかしかなんでこうやんだろう。小獣とでございます。えー、あ、あれ待って、ちょっと待ってます、ねこ古、あっ、小獣、あっ、小獣とめか。うん。小獣とめということですね。はい。ということらしいです。えー、本当にこの二人、理想のカップルでは、うん、本当僕もそう思っちゃいます。あの、実際どうなんでしょうかね。うん、年齢差が10歳ぐらい離れてるっていうところがあるかと思うんですけど、なんかとても、なんか、 いいなって今感じますけどもね。うん。ね。はい。まあそこら辺もちょっといろいろあるんでしょうけども。うん。はい。というわけで皆さん今日はどうもありがとうございます、えー。僕はこれから寝ていきたいと思ってます。バイバイです。